e-learning ーーとは、情報技術を用いて行う、学習のことである。e-learning ーーのための情報システムを指すこともある。e-learning ーーの E は、エレクトロニックの意味であり、日本語においてもアルファベットのままの表記が多い。e-learning ーーに使用する機器には、パーソナルコンピュータ、CD-ROM、DVD-ROM、デジタルテレビ、携帯端末などが挙げられる。また、情報通信には、 インターネットなどのコンピュータネットワークを通じて、ハイパーテキスト、電子メール、電子掲示板、電子会議、ビデオ配信などの技術が活用されている。特に、携帯端末を利用した方法については、エムラーニング、ユーラーニングなどと呼ばれる場合がある。なお、教科書、ノート、問題集などのアナログデータを、コンピュータ上のファイルとして、デジタル化しただけのものを、E ラーニングと呼ぶかどうかは、 議論が分かれている。コンピュータを用いた学習や教育は以前より考案されてきており、CAI などをはじめとする各種の形態が開発されてきた。その後、CBET や WBET などの発展とともに、1990年代に用語 E ラーニングが現れた。アメリカ合衆国では1980年代よりマイクロ波通信や衛星通信を用い、 広域で同一の講座を受講する仕組みが構築されつつあったが、1990年代にはインターネットを用いた低コストかつ、双方向性の高いシステムが広く用いられるようになった。日本においては2001年に打ち出された E ・ジャパン構想により、幅広い層に注目されるようになった。現代における E ラーニングは通信技術の進歩と普及により、 教師対学習者や学習者相互間などのコミュニケーションが可能なこと、学習者の自学自習が無理なく進むように適切な進度が保てること、教師が弾力的に教育活動を行うための学習者に関する各種情報を記録することなどに配慮されている場合が多い。近年では従来、主に郵便に頼ってきた通信教育にも取り入れられつつある。 大学での授業方法の組織的革新を求めるファカルティディベロップメントにおいても e ラーニングは重要な役割を占めている従来の機材よりもはるかに安く DVD を用いた復習ができるほか演習によるチェックシステムを構築することも可能である新型コロナウイルス感染症の影響によって 対面での授業が困難になり、2020年度から特に大学で e ラーニングが急速に普及した。e ラーニングシステムとは e ラーニングを実施するための情報システムであり、大まかには教材、学習材と学習管理システムから構成されている。なお、システムを含まない e ラーニングという用語単独でも e ラーニングのための情報システムを意味することもある。 e ラーニングシステムの利用者には、学習者と教師が想定されており、学習者用の機能と教師用の機能とは異なっている。また、多くの e ラーニングシステムには、e ラーニングシステムのシステム管理者が置かれ、システム管理者によって、学習活動、教育活動に対する支援が行われる場合もある。e ラーニングシステムに最低限必要な要素は、教材、 学習材と学習者であり、e-learning の専用システムとしては、Moodle に代表される自習システムに見ることができる。専用システムではなく、ワールドワイドウェブの技術を使用したものは WBT と呼ばれることもある。自習システムの特殊な例として、コンピュータソフトウェアのチュートリアル機能が挙げられる。チュートリアルは、画面の指示に従って、操作などをしながら、 ソフトウェアの使い方が学習できることを意図して作成されている。チュートリアル機能はソフトウェアの機能の一つとして付随している場合がある。e ラーニングの教材、学習材には静止画や動画の映像、音声、文章などを組み合わせたマルチメディア形態のものが極めて多い。これらは電子図鑑や電子百科事典などのように主に資料提示型の教材として活用されている。 また、学習した内容を蓄次確認していく、小テスト、問題演習を行うことのできる、ドリル、さらにそのまとめとしての、試験問題なども、教材、学習材として挙げられる。これらは、学習管理システムと連携して学習者の、学習履歴を残すことができるものが多く、これを活用することで、 学習者が十分に習熟できていない部分を見つけたり、e ラーニングを集団で実施している際に、学習集団に対する支援に役立てたりすることもできる。e ラーニングシステムにおける学習管理システムは、教師などによる教材、学習材の保管、蓄積、学習者への教材、学習材の適切な配信、学習者の学習履歴や小テストドリル、試験問題の成績などを、 統合的に管理する。学習管理システムは、大人数の受講者の成果を把握しやすくするために用いられる。学習管理システムは、学校における対面授業の代替や、対面授業との併用、企業における社員教育などで活用されている。学習管理システムは、学習者にとってのポータルサイトとしての役割も持っており、学習管理システムからログインして、 学習や試験といった一連の機能を利用することになる。また、補完的な機能として学習者総合間、教師対学習者などのコミュニケーションをする電子掲示板、チャットなども学習管理システムの機能として設けられていることが多い。学習の進捗管理や支援を行う案内役をメンター、メンターによる管理をメンタリングと呼ぶ。特に学習内容に関するサポートを行うものを チュータータと呼ぶ学習者に対する適切なサポートを行うことによって、e ラーニングの効果をより高めることができる。e ラーニングは、従来型の教師と学習者の関係に変化を生じさせることもあり、利点と欠点を合わせ持っている。下に主なものを列挙する。これらの利点と欠点を踏まえ、集合、対面学習と e ラーニングを組み合わせた。 ブレンディングという手法を用いることによって効率的かつ効果の高い学習が期待できる。学習者側教師側また集合教育よりもスケールメリットを活かせる分低コストであるとされる。学習者側教師側コンテナル学習管理システム間において同一の教材、学習材などを利用するための企画である。代表的な企画としてスコームがある。教材 学習材のコンテンツは学習管理システムが規定する方式に従って作成されるが学習管理システムは無料のものも含めた数開発され企画の乱立が懸念されたスコームは異なる学習管理システム間において教材学習材が共通に使えることを目指して使用の乱立を防ぐ目的で定められたしかしながらスコーム自体の使用の複雑さから 一般の教師が簡単にスコームに合致した教材、学習材を作ることが困難であるという矛盾も抱えている。2013年に ADL がスコームに次ぐ新規格であるエクスペリエンス API を発表した。あらゆる経験を取り込んで教育、人材育成に活用しようという観点から制定されたものであり、国内でもこの仕様に基づいた 新たなサービスが始まっている。学校設置基準とは学校の設備編成などを定めたものの総称であり、教育課程に定められた授業を行う際に必要とされる要件なども定めている。大学設置基準に基づく文部科学省告示などには e ラーニングに関わる規定もある。告示によれば高等教育を行う学校、大学、短期大学、 高等専門学校の単位を与える授業において、e ラーニングを教室以外の場所等で学習者に受講させる場合は、同時活動方向に行われる遠隔授業などを除けば、毎回の授業の実施にあたって、説問回答、添削指導、質疑応答等による指導を合わせ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が、 確保されているものでなければならないと定められている大学設置基準第25条第2項の規定に基づく大学が履修させることができる授業等などを参照。 h t t p w w w e c o n k u m a g a k u a c j p t o r i k u m i m i l l i m e t e r html-http://ulc.tokushima-u.ac.jp/.ulcinfo a l i c 2 0 0 P4、荒木2002、P4、マックスバビッチ、ハウツービルド E、ラーニングプラットフォーム。スピードロード、2021年3月12日、閲覧。ALIC2003、P7、荒木2002、P118、ALIC2003、P16、ALIC2003、P11 から15、ALIC2003、P9。ありがとうございます。